はい、どうも、ミンヘラおじさんです。チャンネル登録お願いします。寝て起きてというところなんですけども、個人的に、すごい、こう、なんでしょうかね、尊敬していると言いますか、失敗小僧さんがですね、まあ、急遽、いつもとテイストが違うような動画を上げてらっしゃってて、自分の動画に対して低評価をして、すぐに離脱するっていうようなことを、する方っていうのが集団でいると。で、特に、ユタポン関係で、そういう傾向が強くなって、収益単価下がってて、結構きついっすっていうような話を受けてですね、個人的に10万人超えてる YouTuber で、普段からですね、面白い感じでやってはる方がそこまで苦しむんかというところで、驚いているところでございます。で、個人的にはそういう悪意のある、もう完璧悪意ですよね。悪意のある、その低評価祭りみたいなものって、もう個人的にはなんか、結局暇人がやってるんだろうなと。自分の人生が充実してないし、そんな面白おかしく喋ってるだけでですね、お金がもらえるっていうのもちょっと気に入らんというような人たちが一定数いるんだと思うんです。おじさん自身も低評価は結構苦しんでるところですね。苦しんでるというか、本当にね、どの動画でもずっと低評価なんか4、5件入るんですよ。結構辛いです。ちゃんと見てるみたいな、ところもあったり、そもそも低評価押すんやったら、見んかったらいいんやと思うんですけども、苦しいところですね。だからこそ、おすすめに出なかったりとかですね、伸び悩んでたりとかっていう原因にもなってると思うんですけども、そういうところをですね、どうやって乗り切るかっていうことを、今後見ていきたいなと思うと同時に、やっぱりその YouTube 収益だけに頼るというよりも、メンバーシップみたいな形で、なんていうんですかね、おじさんで言ったらオフ会であるとか、もっと、エンド商品の関係から言うと、自分であれば、一応サラリーマンやってるんで、やる必要はないんですけど、もしやるとすれば、保険の代理店であるとか、スナックですよね。おじさんと会えるスナックみたいな感じで、そこでやりながら配信しながらっていうような感じで、やっていくかっていうようなところは考えてます。それぐらいしかちょっと、だから要は、あれですわ。不当客さんを、たくさん作って、10万人もいはるから、多分不当客さんもいはると思うんですよ。毎回見てくれる方とか、だからそういう方たちに対してメンバーシップをやってですね、一定、言うたら固定の収入を作るということを、それはもう主義として、失敗小僧さんは多分やってはらへんのだと思うんですけども、そういう、サブスクでもらえるであるとか、ステッカーを作るであるとか、いろいろあると思うんですね。そういう、物販に走るのは僕もどうかとは思うんですけど、少なくとも自分の喋りに対して来てくれてるんであれば、なんていうんですかね、相談会みたいな形で、自分の知識を、司法書士の方なんでね、司法書士として、いろいろ相談乗ったりとかもできるでしょうし、僕自身であれば、金融保険、その辺のところの、調べ物とか、であればですね、全然対応できるので、そういったところでですね、言ってしまえば、その、YouTube 収益というよりも、YouTube を広告とした自分を売り込むっていうようなことであるとか、自分のサブスクっていうんですかね、固定の収入を得るための手段っていうのを別で作るというのが大事になってくるんじゃないかなと思ってます。そうですね。その辺のところは、本当に、10万いってもそんだけ苦しいんやと。苦しいというか、炎上なんて本当にちょっとした瞬間で起こるようなものだと思ってるんで、できるだけそういうのがないようにと思ってるけれども、やっぱりその、正義を振りかざしてる人であるとか、あるいは悪意のある人、が来られるとですね、どうしようもなんかもらい事故みたいな形になってしまうんで、それでこう、言うたらノイジーマイノリティっていうんですかね。だから他の多数の人はそれを楽しみに見てはると思うんですよ。見てると言っても、失敗小僧さんの場合は、1日1本2本上げてはって、大体こう1割ぐらいの人が、常時見てるというような感じでやってはると思うんですけども、
だからまあ、そういう人たちをですね、見えたら、ないがしろにするわけじゃないですけど、その、だからノイジーマイノリティを、聞くことによって、その普段楽しんでる方が悲しむっていうようなことになったりもするので、まあそれを避けるために、言うたらまあいろんなところで収入の口を作っておくっていうのは大事なのかなというふうに思った次第でございます。だって、そんな低評価バタバタ押す人たちのためにね、普段から楽しんでる方、まあ、私も含めてなんですけども、の楽しみがなくなるのはちょっとまあ、個人的には辛いですし、まあ、かといって、収入が下がってですね、その、生活ができないレベルになってしまう失敗小僧さんに、いや、あげてくださいよっていうのも、なかなかこう、おこがましい、ですから、なんかそういう時にね、助けになるような、なんか100円、200円でも、なんていうんですかね、振り込みますよっていうか、そのサブスクでやってくださいっていうような形で、やれたらですね。まあ、今、一動画あたり視聴回数が大体、まあ、上げて、まあ、半日経たずに、まあ、5、6000は絶対行くわけですから、そしたら、まあ、5、6000かける100のね、50万ぐらいにはなるわけですよね。ね、っていうようなところで考えたら、なんかま、そういう形の、サブスク、まあ、いや、ま、100円って言ったけど、500円にしたら、だって250万になるわけですからね。そういう形で、まあ、少し、なんていうんですかね、固定のファンっていう人たちのためにやるっていうようなところ。だからまあ、なんていうんですかね、まあ、登録者を増やすというよりも、よりお金を出してくれる登録者さんのために、言うたら喋るというような形で、なんかまあ、登録者の深掘りっていうんですかね。よりこう近づいて、で、まあ、言うたらオフ会であるとかを開催して、んで、やっていくっていうのが今の僕の解決策というような感じですね。まあ、特に、失敗小僧さんぐらいであればですね、まあ、常時、多分ご飯行きたい、飲みたいっていう方いらっしゃると思うので、なんかそういう形でちょっと会費高めにしてですね、お食事会を、まあ、言うたら開いて、まあ、いろんな方とこう、喋って。まあ、もちろん、それもそれで、揉める可能性もありますけども、多分、少人数でちょこ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 やってたら、多分、皆さんとおしゃべりができたりしてですね、いけるような気がするんですけどもね。まあ、でも、それは、言うたら、まあ、ね、デブ賞の方もいらっしゃいますし、おじさんみたいにこう、ちょっと喋るのが、寂しくてですね、YouTube やってる人からしたら、まあ、人と会うのは結構楽しいんで、まあ、設定とか、そういうのはちょっとめんどくさかったりするんですけども、もうそれやったらもう固定でどっか場所を選んどいてですね、いつもそこでやればいいっていう話なんで、はい。だからそういうところをですね、まあ、自分なりの解決策として持ちながら、でもなんか、その、失敗小僧さんのですね、行き先っていうのをちょっと見ながらですね、まあ、やっていければなと思ってます。はい。というところで、動画終わります。